この箱に入って、チェックポイントまで連れて行くから。何チェックポイントって。ゲーム的な話？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。いや、思いますなんやけど、ここはどこでしたっけ？なんかね、このゲームさ、セーブがないけんさ、オートセーブ、あ、セーブはあるんか？違うわ、ないわ。そう、オートセーブしかないゲームやけんさ、多分ちょっと戻っとんよね、これ。これは？その人はクレメンタインを助けたがっていたのですか？彼を探しましょう。アトミックバッテリーを見つけるにはそうするしかありません。彼は爆撃、あ、そう、これ、この人を探しよったんやん。彼は爆撃機のリーンみたいなジャケットを着てゴールドチェーンをしているロボットですよ。で、なんかクラブの近くって言って、なんか工事現場のあたりをなんか歩き寄ったよ、みたいなことも聞いたはずなんやけど。ああ、爆撃機のリーンみたいなジャケットを着てゴールドチェーンをしているロボットのこと？そういうやつ今朝見かけたよ。クラブの近くにいたと思う。クラブの近く。工場っていう情報が出た後で、クラブ。人がおらん時に工場のとこ来たんかな？これやん！ねえ、名前。忙しいんだ。何か用？それをどこで手に入れた？これが爆撃機のリーンみたいなジャケットな。ゴールドチェーンは確かについとる。お前、アウトサイ、じゃなくて、俺の仲間の知り合いか？アトミックバッテリーに関して簡単に説明してやる。ネココーポレーションの工場はそのバッテリーによって稼働している。だからそこは立ち入り禁止で厳しく監視されている。そうやってさ、こそこそせんといかんのになんでそんなね、特徴的な格好をしているのかしら。入るものはすべてチェックされ、従業員でない奴は追い出される。そこでお願いなんだが、従業員ジャケットと、従業員ヘルメットを取ってきてくれないか？俺はここで入るタイミングを伺うから。どうやって取ってくるんですか？従業員ジャケットと従業員ヘルメットを持ってきてくれ。そうすれば中に入れる。どこにあるんだよ、それは。そんな簡単にポポって取っていけるような場所にある？この辺とかあるんやない？あ、ここガラスやった。なんか中入れるとことかない？ないやん。ガラス割れとったりするんかなと思ったのに全然やねん。くそー、こういう事務所的なところにあるんかと思ったのに。ねえ、ない？どこに置いてあるんだい？この辺とか、いや、ないよね。僕の服好き？セキュリティ上重要なんだ。洋服屋と帽子屋で買ったんだ。でも君に合う小さいサイズは売ってるかな？会社からの支給品じゃない？普通に、誰でも買える感じ？あれか。どうよ、それ。そんなんでいいの？これをジャケットを盗む。あ、なるほど。見つかるのね。なんか見張られてる。ダメ。それ盗んじゃダメ。ですよね。そうなんですよね。どうすればいいんすかね。お金を取ることはできない。なんだ、どうすればいいんだ。こっちの方に在庫があったりとか。びっくりした。あ、ここ、あれ、事務所じゃなくて試着室？話しかけれないのか。あ、ここでなんかテープがかけれるってことかな？カセットテープ。かけれた。けど？あ、もしかしてめちゃくちゃ下手くそなんこれって。止めに来た？今のうちだ！よっ。止めに行ったんかな？危険、危険。じゃ、これはちょっといただいていくね。止められた。オッケーオッケー。なるほどね。アイテム、ああいう感じで吸収してくれるんやね。ここで合っとるね。オッケーオッケー。こっちじゃなくてあっちから行けたんじゃないかな。ん？いる？あ、おったおった。覗きよる。めっちゃ覗きよる。すごい目立つけど、君。はい、持ってきたよ。従業員ジャケット。完璧だ。そのジャケットこそ求めていたものだ。さっきのテープはあれか。あのなんか3人組が演奏しよったやつってことか？従業員ヘルメットも必要なんだ。探してきてくれるか。あ、そっか。ヘルメットもいるんか。ごめんね。ヘルメットも同じとこよね。え、待って、もうテープなくなっちゃったんだけど。あ、帰ってきたー。帰ってきたけど、ヘルメットここになくない？あ、帽子屋さん？なんか違うとこなんやっけ。あ、カセット回収できるんかな。ここは服だけってことね。できんやん、回収。え、普通に取れるんかな。てか、あなたは何も気にしてないのね。あ、探しよる。ん？今、泥棒とやりとりしてるんじゃないよな。なんか帽子屋さんは帽子屋さんで確か、あったかな？なんかあったような気がしなくもない。あ、ここか、帽子屋さん。ああ。ああ。ストゥプラチーが戻ってきて、ここの帽子を補充してくれるのをずっと待ってるんだ。上司の機嫌が悪くてさ。もしあいつがバーで酔いつぶれてるなら、別のやつを呼ぶよ。商品が補充されるまでは店内に入らないでください。あの二人がいかに使えないか、しばらく時間かかりそうです。バーに潰れとるやつおったよね。え、もしかして近くに、どこだバー。ここか？あ、ですね。こんなに近いなら呼びに来ればいいのに。もしかして近くにヘルメット置いとったりとかしたかな？この奥の個室に潰れとるのおったよね。これこれ。別に置いてないけど。ヘルメット。ね、ヘルメットは。ねってばねってば。でも二人って言ったけん、もう一人おるはずないよね。そのもう一人は？こっちで飲み寄る人の中におる？話せない。話せねえ。奥にいる男はとてもよく潤滑油を飲んだのさ。意味がわかるか？強烈な衝撃じゃないと彼は起きないよ。あ、じゃあ一応起こせるんか。強烈な衝撃ってなんだ？おちびさん、今日はいかがいたしますか？あなたの小さな目には我々の世界は巨大に映るのでしょうね。私もあなたくらい小さかったら新しい隠れ家を探せるのに。どうやって起こすんやろうな。自己責任で飲んでね、おちびさん。奥の部屋のやつみたいにならないで。かわいそうに。かわいそうに。音楽をかけるとかではないのか。なんかできることがあるかな。強烈な衝撃。何もできそうなことはないんだけども。強烈な衝撃なんだ。今アイテムは何も持ってないよな。ここの音楽。でも曲を変えるやけん、今現在も曲はかかっとんよね。エイムボットをダウンロードして、このゲームで一番になろうとしたらマルウェアでした。ドッジボルト大会でもボット使って優勝したのに、私は完璧なのになぜだ？どうやって起こすんだろうか。別にあの部屋にラジカセがあったりとかもしてないし。この辺に何か、なんもないな。中に何か。なんもなさげだな。うん。何もないぞ。何をどうしたろう。え、ちょっと待って。戻れないんですけど。戻れた。怖い怖い。別に特に何もないなぁ。君はどうやったら起きるんだい？にゃ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 。お、あそこになんか、あれを落とす。そういうことだな。え、どうやって登るのあれ。どこから？ここからか。これだわ。いいいてえ。いてえよ。起きたね。すごい、ぐでんぐでんだけど大丈夫？起きたよ。お気に入りドリンクはオイルさ。ミーマッチ。君のお気に入りは何？誰のことだい？さあ、これで、帽子屋に向かったかな。え、帽子屋そっちの方向やった？あ、そっちの方向か。そこやね。来たよ、来たよ。あ、ピシってなった。何？え、なんか急激にスタスタ歩き出した。何？酔い覚めた？現実に引き戻されたかな。遅いぞ。もうこんな時間だ。何を考えてるんだ。まったくやってられねえよ。あ、これで、それ中身入ってるの？あれさっきその箱の中入った気がするけど。あなたはここにこれを置くだけなのね。で、今補充が、ほら、中入ってないやん。あ、これに紛れて、一緒に運んでってもらえばいいってことか。そういうことやね。だって補充が終わるまで入るなって言ったけん、多分これ作業めっちゃかかるやろ。イエーイ、侵入成功。そこに置いて。よし。オッケーオッケー。で、これを盗む。よいしょー。えへへへ。さあ、オッケーオッケー。んで、どこの方向やったっけ？あっちか。どの辺から入れたんやっけ？この辺り？いや、違うね。この辺か？あ、この辺やね、多分。そこで多分覗き寄るはず。おったおった。はい、盗んできたよ。はい、どうぞ。素晴らしい。このヘルメットで騙せそうだ。着替えるから後ろ向いててくれないか？え、大丈夫じゃね、別に。そういうのは恥ずかしいんや。ね、そのゴールドチェーンを外さないの目立つよ。こりゃすごい。ちょっとウエスト周りがきついが完璧だ。この箱に入って、チェックポイントまで連れて行くから。ほう。何？チェックポイントって。ゲーム的な話？そういうなんかすごいめたい話ですか？さっきもね、箱の中に入って、侵入していったけど、なるほどね。こういう方法があるんね。中身めっちゃ見られよるけど大丈夫？てか、そんな箱閉めずに運ぶことある？お！中にも誰かおる。